皆さんこんにちは。今日も元気もりもり森本るなです。今私はお風呂から上がってきて、今化粧水で顔がベタベタベタしてます。ということでですね、お風呂を使ってる時にとあるものを食べたいなと思ってさっきスーパーに行ってきました。何か当ててみて。本当に当てた人は何かしてあげる。じゃんかじゃんかじゃん。あ、顔面が気持ち悪すぎて、あ、吐き気する。あれ、ということで、ね、卵かけを食べたいと思います。とにかく美味しいご飯が卵かけということで、今から作っていきたいと思います。卵かけの作り方は簡単なので、皆さんちょっと待っててください。ここで皆さん使…あー危ない。よかった、卵飛ぶとこあったって言うから。あー、どれどれ。今から用意するものを紹介いたします。使うものはこちら、ドラム、白米、何でもいい醤油と卵だけ。ちょっと、ほんまに髪の毛やや。じゃあ作っていきたいと思います。私ね、あの卵かけご飯をさ、この白身入れるか入れへんか迷うねんけど、どう思う？入れなくていいんやったらちょっとやるわな。白身だけ先出させて、ここに。はい、ということで卵黄身だけ取りました。じゃあこちらをのっけます。じょわーん、はい、できた。ちょっと醤油をかけます。醤油をさ、どんなぐらいかけたらいいの？シュワーズ、こんなぐらい。じゃじゃじゃん。ということでできたので食べていきたいと思います。やばい、久々に食べるな。いただきます。これをさ、あれあれ違う、わかる？うん、おいしい。てかまずルナは卵かけが普通にどの家庭でも絶対あると思ったの。その時お昼とかで急遽ルナが家に帰って、友達と卵かけ食べるって言ったのさ。え、何それ卵かけって言われて、ご飯の上に卵をのっけて醤油で食べるやつやってって言ったら、え、そんなんご飯なんって言われて、みんなが知ってるもんじゃないんだと思って、初めて聞いたでって言われて、これってルナんち楽なんかなと思ったの。ずっと卵かけをそっからあんまり言わなかったの。そしたらね、この間お店に行ったら卵かけご飯っていうものがあって、ルナだけじゃないんだと思って、そっからまた久々に卵かけが好きになった。え、みんな知ってるもん卵かけって。こんなに美味しいご飯もないですよ。みんな猫まんま知ってる？ルナの家は猫まんまっていうのは、白米に鰹節のっけて醤油かけてマヨネーズをかけてん。東京に来てからみゆちゃんとか猫まんまって言ったら、お味噌汁をご飯にかけて食べるのが猫まんまっていうの。こんな地域で違うんだと思って。一回こういうこんなぐらいのボウルあるやん、弟とご飯大量に入れて、そこに大きい卵かけご飯作ろうって言って、卵4個ぐらい、3、4個使って、ご飯もこんなぐらいのボウルいっぱいに入れて食べた。もう次元がちゃう、吐く。その時やったっけ、あの卵かけにさ、のり玉かけて食べたことがあってんけどさ、美味しかったっけ。今卵以下あるかやってみたいと思います。こちらのり玉です。うん、おいしい。なんかさ、ご飯とかって思うんだけどさ、シンプルが一番おいしいよね。ルナ本当に和食とかそっちが好きなの。もう食べ終わるぞ。うん、衛生のりごちそうさまでした。おいしかったです。卵かけ食べたくてみんなにちょっと共有しようと思ってやってみた。じゃあみんなまた明日ね。ちょっと目かゆくって書いたら真っ赤かなった。じゃあね。